はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、篠原丈一郎です。今、文化人放送局のスタジオに参りました。加藤清隆さんと、坂東忠信さんと、あと今日は他にメンバーいないんですか？他来ます。生田さん。生田さんとあと誰だっけ？あ、今度組んできてるんだ。生田さん、あと生田さんがね、来てね、やっぱり、例の問題やんなきゃなんないんですよ。アメリカのボス選びのことをね、やりますんで、一般ライブとですね、会員限定のね、ライブがありますんで、会員限定の方はね、何でもくっちゃべっちゃいます。一般の方はね、また言葉遊びをいろいろ浪しなきゃなりませんけど、最新の話をしますんでね、ぜひ皆さんね、1時半からですね、はい、1時半から始めますんでね、ぜひ皆さん遊びに来てください。それからですね、なんかいろいろね、いろんなことがありましてね、つべの方がね、なんかコメントが入りにくくなってるらしいんですよ、なんと。でね、変な、これ我々が操作したんじゃないよ。なんかスパチャを入れると唯一コメントが入って、スパチャ欲しいから言ってるんじゃなくて、言ってんじゃなくて入んないんですよ。そのコメントは入んなくなっちゃってるらしい。我々も入れられないということなんでね、ちょっとね、それは様子見ながらうまくやってください。すいません。そういうことでまた後でお会いしますんでね、今日はいろいろ重大な局面がね、あるみたいなんで、いろんな話をしますんで、どうぞよろしくお願いします。